今回はアリソン250の歴史の説明をしようと思うんですけども、その前にアリソン社の歴史の説明を簡単にしたいと思います。でアメリカのエンジンメーカーです。で第二次世界大戦の戦闘機である、P-51 マスタック、当時の世界最高の戦闘機って言われてますけれども、これはアリソンの V1720 からロールスロイスのマーリンにエンジンを換装して大幅に性能が向上したっていうのは結構有名な話ですね。排気量はどっちも1719ビッグインチで、28リッターで一緒なんですけど、下級機の性能がマーリンの方が良かったって話です。あとは計算輸送機である C-130 の初期型のエンジンもアリソン製です。でアリソンは1995年にロールスロイス社に買収されたので、正式にはアリソンっていう名前は消えています。ではアリソン250の歴史に説明します。で元々は1950年代に250馬力級のターボシャフトエンジンの開発が始まりました。でこれは軍の、オーダーに応じて始まったんですけど、で軍の形式名が T63 です。これ今も通じます。で250馬力級っていうのはどういう意味かというと、当時のガスタービン、ターボシャフトの常識としてはもう最小クラスで、こんなに小さいエンジンが作れるのか、よくわからないというか、そんな感じだったみたいですね。で1958年にプロトタイプが完成しています。で最初のプロトタイプは軸流7段遠心1段のコンプレッサーとガスプロデューサータービン1段でした。ただテストでトラブルが続出してですね、空力系の大部分も再設計となって、で現在のレイアウトですね、つまり軸流6段遠心1段ガスプロデューサーとパワータービンいずれも2段、これは250の直帰型のことなんですけど、それになりました。で1962年に FAA の認証を取得しています。もともとアリソン250あるいは T63 というのはアメリカの軽観測ヘリコプター、要するに偵察ヘリなんですね、ライトオブザベーションヘリコプターの略らしいですけど、それとして採用された OH-6 に採用されました。というか、この LH ヘリコプターのトライアルに参加した機体のエンジンは全てアリソン250、正確には T63 です。で OH-6 は、アメリカ軍に採用されたんですけれども、民間型ヒューズ500ですね。コールデューティーとかされる方は、リトルバードといった方が分かりやすいかもしれないですね。特殊部隊員がこの機外のベンチに座ってバーッとこう運んでいてバッと下ろすみたいな、そんなヘリですね。OH-6 は傑作ヘリで、陸上自衛隊にも採用されてますし、 T-63、エンジンは日本でもライセンス生産されています。非常に運動性がいいことで有名ですね。傑作って言われてます。で先ほどの LOH トライアルっていうのは、OH-4、OH-5、OH-6 というふうな3つの機体が候補に入って、で採用されたのが前述のように AH-6 なんですけど、この OH-4 っていうのはトライアルに負けたんですけど、民間型として再設計して、でベル206ジェットレンジャーとして売られました。で、これ非常に有名な機体で写真出してますけど、このヘリ見たことない人いないと思うんですよね。で当然ですけどエンジンはアリソン250です。ただですね、この LOH トライアルってなんかなぜか知らんけどもう一回行われて、で次の時にその次の LOH トライアルではOH-4 というか、ジェットレンジャーが採用されて、カイオワって名前で採用されています。OH-6 も OH-4 も採用されたってことですね。で、この時点でアリソン250は西側の高型タービンヘリのデファクトスタンダードになっています。なんか一番多い時には西側のヘリの8割を駆動してたとかね、そんなレベルみたいで、非常に一般的なエンジンです。あと他に採用された機体、いっぱいあるんですけど、例えば有名なのが、有名というか、ちょっと特徴的なのがアイロスパシャル AS355 ですね。あとはメッシャーシュミットベルコブルームですかね、BO105、これも非常に運動性がいいことで有名ですね。レッドブルのエアロバティックチームが採用してますよね。そういったヘリにも採用されています。フランス製のヘリにアメリカ製のエンジンが乗ったことがあったんだなというのはちょっと驚きですね。アリソン250のプロトタイプは、名前の通り250馬力でもともと設計されたんですね。ただですね、60年70年作られ続けているんですが、その後どんどんパワーアップしていって、アリソン250は第4世代に分けられます。で第1世代が T63A5 あるいは250の C18 とかですね、C18 っていうのがベル206に採用されたエンジンですけど300馬力くらいです。第2世代が400馬力、第3世代が500馬力で、第4世代が650馬力とかね、そんなレベルになってます。第4世代に関してはフェデックがついているものがあります。つまりフェデックっていうのは要するにオートってことですね、ボタン一発始動っていう、要するに皆さんが普段乗っ取られる車とかね、全部フェデックです。あれと同じことですね。
で、C40B、ベル430に搭載。このベル430って右に写真出しましたけれども、非常に有名な、ヘリ、映画というかテレビドラマというかですね、自分の人生もあれに狂わされたんじゃないかと思うんですけど、エアウルフの原型、モデルになったのがベル222なんですけど、それの発展型です。ちょっと似てますよね。結構かっこいいですね。で、その C40B っていうのは、遠心一段、コンプレッサーが遠心一段ってなんですね。直流がないんですね。それで圧力が9に達する。もうそんなに圧力取ったらもう出口ではもう、ね、音速を超えてショックするんじゃないかと思うんですけど、すごい性能だと思います。で、エンジンの重量もそれなりに増えてきてるんですけど、出力はそれ以上にどんどん上昇してるので、出力重量比は明らかに上昇しています。で、ここまで歴史を説明してきたんですけど、ロビンソン R66 には RR300 っていうエンジンが採用されています。で、これをどの世代に入れたらいいのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、RR300 っていうのは非常に簡素化されて、枯れた技術を採用した、手堅いエンジンですね。で、もうなくなっちゃいましたけど、ロビンソンヘリコプターの創業者であるフランク・ロビンソンっていうのはもう非常にもう軽軽量性とかね、単純さをね、重視してるんですけど、そういった思想を RR300 も反映しているような印象があります。構造としては第一世代ぐらいですかね。パワーもそのぐらいですね。で、あとエンジンコントロールに一切電気をしていません。ニューマチック、あるいは機械式のガバナーでコントロールされています。だから、RR300 円、電気切れても止まらないです。で、RR300 の定格出力は300馬力なんですけども、ロビンソンとしては、つまり R66 に採用するとしては、224馬力連続出力、で、270馬力を5分間限定の出力というふうになってて、ちょっと減格して使用しています。ヘリのエンジンっていうのは減格して使用するのが普通で、地上でエンジンフルパワーにはできないですね。できるヘリはないです。そんなことしたら航空性能めちゃくちゃになりますんで、基本的には全部減格して使います。で、アリソン250をよりよく理解していただくために、代表的な小型ヘリのエンジンを3つ挙げてみました。で、これがアリソン250。正確にはこの写真は RR300 なのにちょっと違うんですけど、同じようなものです。それから、これがチュルボメカのアリエル。チュルボメカって言い方もちょっと古いですかね。今、サフランですね。で、これはS350、H125 っていうのかな。いわゆる、ユーロコプターの、エキュレイですね。エキュレイル。エアロスパシャルって言った方がいいのかな。エキュレイルのエンジンです。あれもどんどんパワーアップして、B3 とかめちゃくちゃハイパワーですけど、いわゆるその中型あるいは小型ヘリコプターの、代表的なエンジンの一つですね。あとこれ、ライカミングの T53 です。これも有名ですよね。ヒューイっていう UH-1、なんていうんだろう、ベル204って言うべきかな。ベトナム戦争の映画とかでこうバタバタ言いながら飛んでる、ヘリがヒューイなんですけど、それを駆動するエンジンです。これも傑作って言われています。で、こちらは先ほどの3つのエンジンの、ガスの流れというかですね、流体の流れというか、燃料の流れというか、それをちょっとイラストにしたものです。で、この青い、これが直流コンプレッサー。これが遠心コンプレッサーです。で、これがタービンですね。で、これ燃焼してタービン。こっちがガスプロデューサータービン。ガスジェネレータータービンって言い方が普通ですけどね。あとこれパワータービン。で、出力がこっちに出るってことになっています。で、ハリソン250は、RR300 は直流ないんですけど、250の普通のやつはあって、こういうふうに圧縮されて、遠心圧縮機でガーッと外側に、加速され、加圧され、さらに加速されて、さらに減速されて、ここでさらに加圧されます。で、密度が高まったガスを後ろの方に送ります。ガスというか空気ですかね。で、ここで燃焼室に入ってリバースフローなんですけど、で、ここで燃焼して、で、ここでガスプロデューサータービンを駆動して、残ったガスのエネルギーがさらにパワータービンを駆動して上に抜けるってことになってます。で、軸出力はこのパワータービンから当然5前に出て、下に出て前に出ると。後ろにも出ますけどね、こういう風になってます。で、この、途中の圧縮空気の流れがこう上を通るようにこう書いてるんですけど、実際にはですね、こう真横ですね、外側をパイプを通って、向こう側と手前側にパイプあるんですけど、それを通って回るようになってます。だからアリソン250のガスの流れって結構、特殊で、ぐるぐる回るって変なレイアウトになってます。ただこれにも理由があるんで、後で説明します。で、こちらが治療メカのアリエル。で、これはだいぶ、素直な感じですかね。直流1段のコンプレッサー、遠心があって、ずーっと入って、で、燃焼室、これもリバースフローですね。で、ガスジェネレータータービンがあって、パワータービンがあると。で、ここら辺はちょっと特殊です。これも後で出します。で、パワーを下に出して前に出すという形になっています。
で、パイプが、パイプを通ってね、遠くに流すとかそういうことにはなってないんですけども、まあ、ここはちょっとね、特殊っていうのが、あるかなと思いますね。あと、T53 ですね。T53 はガスの流れはさらにシンプルで、直流があって、遠心があると。で、直流コンプレッサーで圧縮して、遠心コンプレッサーで圧縮して、こうなって、で、こう完全リバースフローの燃焼室があって、こうなって、で、ここにガスプロデューサー、ガスジェネレータータービンがあって、パータービンがあると。で、特徴というかですね、結構素直に設計するとこうなるんじゃないかと思うんですけど、出力軸がこう、中空になってて前に出るようになってるんですよね。で、こういう高速回転する軸を、こう、中空軸にするっていうのはあんまりいいことではなくって、こうすると、この軸の、共振周波数が高くできないんですね。合成、あるいは、共振周波数っていうのが一番正確な言い方だと思いますけれども、だからあまり設計ではないんですけど、これはこうなってます。ただ、このガスの流れとしては、一番素直っていうのは確かかと思います。ここで、遠心式コンプレッサーの特徴を述べたいと思います。これは直流と比較してってことです。で、一つは、段あたりの圧力が高いです。直流は1段あたりだいたい圧力が 1.5 とか2とかそういうレベルですけれども、遠心式はね、6とか7とか8とかね、そんなレベルに達します。あとは小型化に向いてます。小型化しても効率が落ちにくいんですね。直流っていうのは、横の高さが低くなってくると効率が落ちてくるんですけど、そういうことが起こりにくいです。つまり、遠心式コンプレッサーっていうのは小型のタービンエンジンに向いてます。あと効率もピークでは直流より悪いんですけれども、設計点以外での性能の劣化は少ない。サージングも起こりにくくって、作動範囲も広いってことが言われています。あとは構造化単純でコストが安いとかですね、異物吸入ですね、フォーリンオブジェクトダメージに強いってことも言われています。じゃあ、ハリソン250と説明します。で、こちらの外観図、それからこっちにガスの流れを出してます。で、先ほど申し上げたように、こう入って、こうガスというか、圧縮空気が後ろに流れて、ここから前に戻って上に出ていくという形になってます。で、出力は、ここにあるパワータービンから前に出されて、このトランスフィッションの中を通って、ここら辺から前にビューと出てるって感じになってます。で、後で説明しますけれども、単純性とですね、整備性ですね。それを重視してるんですね。圧縮機、トランスミッション、タービンセクション、コンバーションセクションというふうに分かれていて、このトランスミッションセクションに圧縮機をこちらからガチャッとつけると。で、こっちにタービンセクションをガチャッとつける。で、ここにコンバーションチェンバーをガチャッとつけるって感じで、特にホットセクションの点検が非常に簡単っていうのがあって、整備性を、非常に重視しています。ただシングル間の燃焼室ですからね、1個しかないんでね、フレームアウトしやすいっていうのは割と有名な話らしいですね。ローエンドターボシャフトの代表的なものです。で、これが、チューブメカのアリエルです。ここに、軸流圧縮機が一段あって、遠心圧縮機があって、こうガスが流れて、こう流れて、こう流れて、でパワータービンを通って出ていく。流れがね、こうなって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 るだけなんですよね。で、ちょっと特徴的なのが、パワータービンの、パワーの、持ってき方なんですよね。で、ここにパワータービンがあって、ここに軸、ギアがあって、こっちに出てるわけなんですけど、だから、こうなって、こうなって、こうなるんですけど、これって、ど真ん中に突き出してるわけですね。だから、後ろから見ると、こうなっていて、トランスミッションが、こう、ボコッとあるんで、ここにガスに入れて、パワータービンが後ろ側が見えるんですけど、こう、下側がね、こう、カバーされているっていう感じになってます。パワーの中空、パワーの出力シャフトを中空するのを避けたんだと思います。これも広く使われているエンジンです。で、こちらが、ヒューイに使われているライカミング T53 です。これも非常に有名なエンジンですね。こういうふうに軸で圧縮機があって、遠心圧縮機があって、リバースフローのアニュラー型燃焼室があって、ガスジェネレータータービンがあって、パワータービンがあると。で、この出力が前に出る。ここにね、トランスミッションっていうか、ギアボックスがあるのは分かると思うんですけど、ここから、これパワータービンなんで、ここからずーっと通してるってことです。信頼性高いらしいです。これも代表的なエンジンの一つですね。